安田よしみは、日本の実業家、ゲームクリエイター。2009年4月に角川ゲームスを設立。現在は、角川ゲームス代表取締役社長兼、フロムソフトウェア代表取締役会長。島根県松江市出身、男性。京都大学経済学部卒業。日本工業銀行、テクモ代表取締役社長を経て、2009年4月に、 カドカワゲームスを設立し、代表取締役社長に就任。2011年4月には、カドカワグループ各社のゲームパブリッシング事業を、カドカワゲームスに統合した。2011年8月には、ワーナーブラザーズとのグローバルパートナーシップを発表。2012年6月にロリポップチェーン層の世界同時発売を実現した。ロリポップチェーンは、 角川ゲームスタイトルとしては初のミリオンセラーを記録している。2013年9月には角川ゲームスタジオの設立とスタジオ開発タイトルカンコレ改めを発表した。2014年5月には角川グループとなったフロムソフトウェアの代表取締役会長に就任している。2015年11月10日には 日本の魅力を世界に発信していくプロジェクトとして、レター・ルートレター、ゴッド・ウォーズ時を超えての2タイトルを制作発表した。2016年4月28日には、海外展開を目的とする中国及び台湾のパブリッシャーとの資本業務提携や、引き続き最高開発責任者としてゲーム開発に取り組んでいくことを発表している。2017年6月22日には、 初の原作、シナリオディレクター作品である、ゴッドウォーズ時を超えてを発売した。2021年5月28日には、4年ぶりに、自身が原作を書いた PS、PS5PS、ホームケ新作ロボット SRPG、リレイヤーを発表した。ゲームのプロデュースはもちろん開発ディレクターを務める、ゲーム業界では、珍しいプレイングマネージャー型経営者、ジャムおじさんの、 ペンネームで1988年から1994年までの6年間にわたりコンピュータゲーム雑誌のコラムを連載。2014年12月6日にはゲームアナリストである平林久和氏とウェブトーク番組であるオールゲーム日本を開始した。ありがとうございます。